寺岡兵庫寺岡兵庫7月7日から1977年7月25日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍少将。山形県出身。村会議員寺岡義一の逸男として生まれる。省内中学校を経て、1899年12月、海軍兵学校を卒業し、1901年1月。 海軍少尉任官。日露戦争では、第一艇大艇長として出生した。1905年9月、不走水雷長となり、海兵協官、五福島、常磐の各水雷長軍令部出資などを経て、1910年3月、東郷平八郎大将付副官に就任。翌年3月、倉間分隊長に着任し、横須賀予備艦隊副官。 海軍省人事局員、比叡副長などを歴任。1916年12月、運送船、陳太を指揮官に発令され、深海洋工部参謀長を経て、1918年12月、海軍大佐に進級。1919年5月、平戸艦長に就任。以後、春日、倉間、霧島、道の区の各艦長を務め、 1923年12月、海軍少将に進級。横須賀鎮守府参謀長、第三戦隊司令官を歴任し、1926年9月、退名となり、1927年4月、予備役に編入された。1977年、100歳で死去。ありがとうございます。